はい、皆さんこんにちは。今日はね、近くの沼に来ています。はい、この沼ですね、小さいですけどタナゴも釣れますので、今日はねタナゴを狙って小物釣りをします。ではね、頑張りましょう。岸際にタイトについてます。あそこ見えますかね、母さん。拡大で見えます？多分映ってると思う、ね、あれなんだろう、あのモツゴとかもいるんだろうけど、タナゴもね、ちょっと浮き下も短いですよね。30センチぐらいあればいいんで、これちょっと短すぎたか、うん、こう入れると、あ、平打ちしたね、うん、平打ちした。私の餌には食べないけれど、ただ目の前に餌が行こうとしてるね、うん、いっぱい泳いでるね、うん、当たりきますね。来ましたね。よし、釣れた。どうですか？どう釣ってみて、ね、これは何だろうね。よいしょ。口が細いからモツゴのようですね。モツゴだね。はい、はい、モツゴでした。よし、はい、釣れた。これもモツゴだね。はい、はい、これですね。はい、よ、なんかよ、丸っこいのもいるような気がする、ね、そう、なんかちょっと少し細長くないのがいるような、細長くないのもね、ブルーギルかもしれないけどね。うん、この辺にね、いっぱいいるんです。ラスト2つですか、うん、じゃあ行きますよ。この群れは何なんでしょうか。よいしょ、あ、来た。それ行け。来た、来た、どう、釣れた、釣れた。ちっちゃ、ちょっと待ってね、超ちっちゃ。はい、うん、やっぱりこれも同じだね、モツゴのようですね。うん、タナゴ混じんないね。ここ行っちゃうか、ここそ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 こ、ここ行っちゃうよ。お、釣れた。なんだ、なんだ、お、あ、同じだね、同じだね、うん、見えますか。全部モツゴなのかな、かな。でもなんかシルエット見ると違うっぽいのがいそうな感じだったね、うん、ね。よし、このぐらいでいいよ、うん、どうでしょうかね。これです、これこれこれ。それにしてもね、全然タナゴが釣れません。一度ね、あのフナが1匹混じりましたけれども、あのそれも途中で逃げられちゃって、基本モツゴです。でこれもね、半分以上は逃がしてますので、全部でね50匹ぐらい、私と母さん合わせてね50匹ぐらいはね釣れてます。しかしね、タナゴが1匹も混ざらないんです。はい、母さん今釣れました。はい、モツゴちゃんですね。そうですね、うん、もうなんか金魚すくいのようになって、金魚すくいのね桶のようになってますよね、これ。モツゴすくいでもやりますか、母さん。来た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 、おー、おー、どうだこれ、タナゴだよね、タナゴだ。いやいやいや、やっとだ、やっとだね。夕暮れになってね、ようやくタナゴがね、
食べるようになってきたのかわかんないけど、まあいずれにしてもね、初タナゴです。今日初タナゴ、釣れましたね。はい、じゃあ釣り込みましょうか。はい、ということでね、ようやく釣れました大陸バラタナゴのね、オカメタナゴのメスです。いや、ようやくですね。やっと釣れたね。うん、うん、これ一旦逃がしましょう。タナゴだけにしましょうか。はい、え、モツゴ、うん、ありがとう。じゃということで、モツゴを放流しての、こっちタナゴにしましょうか。はいはい、タナゴちゃん、はい、エントリー。はーい、はい、ということで、やっと釣れました。今日初タナゴ1匹。いやいやいや、これから釣れるのかな、時間的に。またタナゴ？タナゴだ。すごい。はい、2匹目です。ようやくね、やっぱりね、切らしたのかもしれないですね。はい。オカメタナゴです。はい。よいしょ。やっぱり夕方なのかな。夕方なのかね。ようやくね、切らしたのかもしれないですね。ね、もう昼の1時ちょっと前ぐらいからやってるから。うん、そうそうそう。で、今、だもんね。4時過ぎだよね。うん。それまではね、あんまり餌食いが良くないのかもしれないね。すごい、よかったね。うん、よし、頑張ろう。そう、母さんもね、頑張ってください。うん、はい、はい、また3匹目釣れました。おお。ちょっとさっきより大きめですよ。本当だ。本当にね。うん。タナゴを切らしましたね。本当に切らした。よし、一番大きいね。オスかな、メスかな。まあまあまあ。後で見てみましょう。後で見てみましょう。本当だ、大きいそれ。大きいだろう。うん、大きい大きい。すんげえ勢いで泳いでるけど、うん、なんかオスっぽいな。オスだ ね、うん、背中の背びれのね、うん、点がないね。さっきちらっと見たらちょっと 青みがかった感じだった。ほんと、うん、あと、うん、でじゃあ見てみましょう。はい、よいしょ。見えた見えてる、ね、あれダメか。来た来た来た。はい、またまたモツゴですね。やっぱりあれからね、タナゴ3匹釣れましたけど、釣れるのはね、やっぱりモツゴが主です。主がモツゴ、ごく稀にタナゴで、1回ね、船がかかったことありましたけど、まあということでね、モツゴ祭りっていうことで、リレーの状態も悪くなってきましたんで、持ちこたえられるか。当たりだ。来い。来た。来た。よし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 。お、これなんだ？なんだ？タナゴだよ。あ、タナゴでねえか？タナゴだ。タナゴ。ちっちゃいタナゴ。タナゴだね。よかった。じゃあこれラスト。最後の最後でね、4匹目です。はい、4匹目。はい。はい。じゃあこれ見てみましょうか。はい。はい、ということでね、今日釣れたタナゴ。みんなこっち見てる。今日釣れたタナゴ4匹です。みんなこっち見てるね。面白いね。うん、ということでね、オス1匹、メス3匹、オカメタナゴですね。大陸バラタナゴですね。一番大きいのがオスかな。いや、横を向いてください。ちょ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 。ほらほらほら。これがオス、ね。そいつね。うん、こうやって見えるかな。ね、これはオスだね。あとはメスのようですね。11月になってね、なかなかタナゴね、たまたま今日ね、不調だったのかわからないですけど、日中釣れなくてね、夕方になってあたりが集中した結果でした。はい、ではね、最後これ逃がします。あと母さんいいかな、撮影は。はい、うん、よし、思う存分撮りましたよ。思う存分撮れました。うん、じゃあちょっともうちょっと下を置いてもいいか。はい、うん、よしよし、かわいいですね。かわいいね。よし、じゃあまあまあまあ、このぐらいにしておくからね。はい、はい、じゃあね、逃がしますね。ありがとう。よいしょ、ドプドプドプド。はい、では今日はね、2人合わせてモツゴの方がね、50匹以上で、タナゴが4匹でした。はい、タナゴのね、あたりがね、夕方集中してなんとかね、4匹釣れました。では今後も釣りとか自然に親しむ動画をたくさん上げていきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。